日本に移り住んで27年。市民権を得たのは16年前だ。以来、組織の中で着実に地位を築いてきた。日本は移民の受け入れに前向きとは言い難いが、人口減少が深刻化するにつれ、変化の兆しも出てきた。政府統計によると、日本に住んでいる外国籍の人の数は、2017年に過去最高を更新し、250万人強。アフリカ出身の人は1万5140人だった。では、どうぞ。この春、マリ出身の臼井佐古教授が、京都精華大学の学長に就任されました。アフリカ出身の方が、日本の大学の学長となるのは、初めてのことです。佐古教授は、1966年に、マリの首都バマコに生まれ、高校卒業後、中国に留学。建築学を学んでいましたが、豊かな生活を送っていた黒人留学生は嫉妬の的となり、天安門事件の数ヶ月前には、黒人に対する大規模な人種差別事件が発生。当時の中国の情勢に失望した佐古教授は、日本語が話せないまま日本に渡り、猛勉強を重ね、京都大学大学院建築学専攻で、工学の修士号と博士号を取得。2001年には、京都精華大学の人文学部教授となり、13年には学部長に。その頃から、大学の未来を考え、構想を練っていた佐古教授は、厳しい学長選に勝利し、今年4月に学長に就任されています。このことは、BBC アフリカ版などでも大きく取り上げられ、先進国で成功した教育者として、アフリカの人々に希望を与えています。関連記事には、様々な反応が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。マリ人が、日本の大学の学長とか、とんでもない快挙じゃん。今後、このことは、アフリカが確実に前進してることを示してる。セネガル。彼は、アフリカ人にとってパイオニアであり、そして希望だ。セネガル。おめでとうございます。驚異的なことだし、同じアフリカ人として本当に勇気づけられる。あなたの経験がアフリカに還元されますように。国籍不明。彼の快挙は、アフリカ全土に勇気を与えてくれた。異在住。日の出ずる国でマリ人が活躍してるなんて嬉しい。マリ。肌の色に関係なく、実力で見てくれるのはいいね。今後。サコ氏はマリ人にとってナショナルプライドだ。マリ。日本に溶け込もうと努力してきた結果なんだろうね、マリ。サコ教授は、シェイク・トモディ・ボディアラの次に登場したマリの巨人。あなたは、アフリカ大陸全体の誇りです。コートジボワール。マリの巧妙な宇宙工学者、科学者、政治家。NASA の様々な計画に参画し、火星探索教育の局長にも任命された。日本人は、重要な役職でも、国籍とかは気にしないのか。フィニア。明らかにそうだろう。日本人が何か行動するとき、そこには、正当な理由があるんだ。印在住。日本の大学の学長に、マリ人が就任したなんて。感動の涙がこみ上げてきたよ。マリ。いつかマリに戻って、マリの教育の発展に貢献してほしい。マリ。白人は黒人を劣ってると言ってバカにするけど、そんなことはない。そんな言葉は信じちゃダメだ。佐古教授の偉業を心から祝福したい。ギニア。佐古氏は、すべてのアフリカ人にとっての誇りです。セネガル。本物のブラックサムライが誕生した瞬間である。コートジボワール。日本で教授になった彼がマリに来ると、ただの人になってしまう。優秀な頭脳が適切に起用されることがないんだ。マリ。彼がアフリカで教鞭を取らない限りは祝福できないな。だって、日本には彼のような人間がいくらでもいるんだ。だけど、アフリカには100人もいない。ギニア。これは、本当に、とんでもない快挙でしょ。フランス。
肌の色に関係なく評価されてるなんて素敵なことじゃないか。うがんだ。彼は日本で長年努力を重ねて、その結果学長に就任した。すべてのアフリカ人にとっての模範だよ。日本人だってアフリカ人より優れてるというわけじゃない。ただ、彼らは目標を持って取り組むことができるんだ。マリ、これはアフリカ全体の勝利って言っていいだろ。同じアフリカ人としてマジで誇らしい。セネガル、あなたはアフリカの大使のような存在だ。いつか今の壊滅的なアフリカの教育を変えてください。チャド、おめでとうございます。日本は、なんてオープンな国なんだ。ブラボー。仏在住。政府は、彼とコンタクトを取って、マリの大学の構造改革をお願いしてくれ。こんなに素晴らしいチャンスは、めったにないぞ。マリ、NASA で局長になったディアラ氏と、同じくらい優秀な人だ。マリの人たち、おめでとう。コートジボワール。日本みたいな先進的な国は国籍なんて気にしないんだよ。ちゃんと実力で評価してくれるんだ。ナイジェリア、フランスとかはアフリカ人を弱い人たちって言うけど、本当は俺たちの価値や強さを知っている。彼らはアフリカ人に自立してほしくないんだ。フランスが俺たちを干渉し続ける理由はそこにある。コートジボワール、アフリカ全体にとっての啓示だぞ。これは自慢じゃないが、俺の母方の祖母は日本人。コートジボワール、差別がない実力主義の日本は称賛されるべきだよ。アフリカ人は彼らの姿勢から学ばなきゃいけない。コンゴ、でもさ、これが逆だったらどうだろうね。もし日本人がマリの大学の学長になったら、日本人はここまで大騒ぎするだろうか。バミューダ諸島、そんな比較は意味がない。そりゃあ日本人にとってはボランティア感覚になるだろう。マリは日本に比べたら遅れた国なんだから、特に教育面では。今回のことは素直に喜んで誇りに思っていいと思う。ネガティブな要素なんて全くないさ。マリ、不可能はないってことをこの人が僕たちに教えてくれた。努力をすれば夢は叶うんだよ。ありがとう佐古教授。モロッコ、京都精華大学で教えるようになったのは2001年のことで、最初は講師として採用された。同大学は近年ダイバーシティを推進する方針を固めており、少子化が進む中で留学生の受け入れにも積極的だ。